どうもアプリでーす。で、いよいよオーディションがもうすぐなんすよ。2月2日。どんな子が来てほしいですかとかよく聞かれるんだけど、どんな子っていうのは本当に特になくて、なんて言うんだろうね。どんな子っていうのはもちろんあるじゃん。なんか例えば歌が上手い子の方がいいなとか、なんか面白い子の方がいいなとか、YouTube もやりたいし、ちょっと、面白いキャラクターの子がいたらいいなとか、なんかそういういいなっていうのはあるけど、結局なんか見て会ってちょっと自己 PR とか歌唱審査をしてもらうと思うんですけど、そこでなんか一緒にやりたいって思った子をきっと取ることになるから、で特に最初だから、例えばさ、この間を埋めるメンバーとかだったら、その間を埋めるって言い方はちょっとあれだけど、まあ誰かが辞めて元いるメンバーの中に1人加入とか2人加入だったら、それこそこういう子がいいっていうのはあると思うんだよね。そのもう人がいて、その中で足りない部分とかグループとして欲しいものをなんか探すオーディションだから、それだと多分こういう子がいいなっていうのはなんか明確にあると思うんですけど、今回マジで初めてだから、今作ってる曲とかは結構かっこいい感じだからさ、なんか多分私みたいな可愛い声よりもかっこいい声の子がいたらいいなとか、そういうぐらいのはあるけど、別にその子が来たからって言って絶対に取るかは分からないからね。本当に今回に関しては本当未知数っていうか、やる気がある子が一番いいなっていう、そんな感じだね。てかさ、私いつも思うんだけど、そのなんかオーディション全員面接でせっかく行ってて、なんかそのメールとかツイッターで質問してくる人がいるんだよ。なんかこうなんですけど受けてもいいですかとか。でもそうじゃなくて、多分なんだけど、まあ私のこのオーディションに限らず、そういうのをなんか、いや年齢達してないけど、年齢過ぎちゃってるけど来ちゃいました、絶対に受けたかったから、絶対にグループに入りたいからっていう方がいいと思うんだよね。てか普通になんか審査員としてそういう子の方がさ、一緒にやりたいと思うくないと思う。でもまあでも分かんなくもない、聞きたいっていうのは真面目ってことだもんね、ある意味ね。難しいですわ。あとはなんか年齢過ぎてるけど受けていいかなとか、なんか年齢達してないけどどうなんだろうとかいうのもあるけど、それはそこが、それより前の子もあと過ぎちゃってる人も多少は不利にはなるんだけど、でもなんか来てくれればそれはね、受けてもらえる状況ではあるよ。毎回だってそうじゃん。なんかちょっとちょろまかして受けてる子が受かってたりとか、意外とそういうのあったりするから、なんか本当に来ることが大事だと思う、全員面接だったら。来るっていうのがまず多分第一審査になってる、書類、いわゆる書類面接みたいな。なんかそう、来るってさ、相当な、まあ、来るっていうか行くっていうの相当なさ、なんかパワーが必要じゃん、オーディションにさ。しかももうその場で審査をされるって言ったら、なんか大丈夫かなとか思ってたらいけなかったりとかもするけど、来る気合があることが大事ですね。なんか偉そうに言ってますけど、まあでも今回は自分がね、プロデューサー兼社長なんで、自分がなんだ、選ぶ側だと思ったら選ばれる側にっていうことはないじゃん。ないよね。いや、ないと思うよ。ないよ。そう、だから、そこはね、あれなんですけど、もうほんとフィーリングっていうか、私がやりたいって思った子を取ることになると思うので、うん、たくさんの人に、それ、会えたらさ、そっちの方がそれグループの、未来は広がると思うので、本当に2月2日、いろんな子に受けてほしいなと思っております。ぜひこれ見てるね、人の中で、この子、なんか可愛い、推薦したいみたいな子がいたらさ、こういうオーディションあるから行ってみなよみたいな、ちょっと言ってもらったりしたらいいなって思います。そう、今日はね、そんな感じかな。まあ、いろんな子に会えるのをお待ちしております。2月2日。じゃあねー。Bye. Bye. Bye.